小郡市ののぞみが丘小学校でオンラインによる特別授業夢の教室を行ったのは、1997年の世界陸上女子1万メートルと2003年の世界陸上女子マラソンで銅メダルを獲得した千葉雅子さんです。2年後3年後にようやく結果としてね、花開いたんです。だからみんなには、ね、粘り強く諦めないでまずは続けること。千葉さんは結果がなかなか出ず苦しかった高校時代の経験などを話し、失敗から学び努力を続ける大切さについて語りかけていました。諦めかけたことがあったけど、これからは諦めずに頑張ろうと思いました。努力してバスケの試合で活躍するように頑張りたいと思いました。この夢の教室は子どもたちに夢を持つことの素晴らしさや夢に向かって努力することの大切さを伝えるために日本サッカー協会と西鉄が合同で開催したものです。